はいどうもこんにちは、G です。ということで今日はですね、初めてヒートアップスカウトを引いてみようかなと思います。いつもですねこのガチャは、まあ、確かスルーしてた記憶があるんですが、まあ、2倍ってこと で欲しい選手もですね全然当たってないんで 5% ですね。 S ランクの選手が 5% なんで、まあ、100連ぐらい引けば、まあ、多分相当当てるんじゃないかなと思うんで、ちょっとガンガン引いていこうと思います。さあ早速10連いこうと思います。っていうかこういうタイミングでこういうのが来るのはもういやらしいっすよね。引きたくなっちゃいますもん。だってはいはい、まあ 5% だからどこかで目標は大きく10枚ぐらい、 S ランク10枚ぐらい欲しいっす、マジで。あーなしと、まあ、演出なしからでもこの前プレミアムスカウトで S ランクは引いてる。はい、あとは育成分の A ランクですね。はい、ラスト糸井さん20連目お願いします。いいね、なんか 5% いいわ。月は出てる、白か。あ、なるほど、ここ赤から白っていうのがあんまりなんか見れてなくて、まあでも演出が変わってないってことは多分仕様もそのままだと思うんですよね。だからまあたまたまかなと思ってます。演出はまあそのままっすね、絶対に。うわー20連目もないか。なるほど、だってまあ確率めっちゃ単純な確率ですけど、今これ20連引いてまあ40連分みたいな感じじゃないですか。確率で言うと多分まあ20連で S ランク1枚みたいな感じだと思うんですよね。はい、また伊藤さんが当たりました。さあ30連目お願いします。っていうかもう新シリーズが始まってから課金ね結構してるんですよね。白、いやいや来ないんですよね。はい、うわーない、厳しいな。平田選手の A ランクいるのか今。OKOK、A ランクは結構当たってる。おお連続連続、あーと1枚ラスト以外に、あ、なかったですね。ラスト A ランク2枚目。次40連目、いつもだとここでまあ1枚引いてもいいよねっていう話し方をしてるんですが、赤からの白、おおよっしゃ、はい、このパターン珍しい。よし、まず1個目演出で、ここが上がってくれたら2個目で、次足、あーない、足が来たら2枚引きだったんですけどね。 OKOK、 さあ、あの引きをもう一度。ちょっとね、まあ、言えないんですけどすごい引きしたんですよ、プレミアムスカウトで。はい、いやー来い来い来い、うわやった、坂本さん引いた、めっちゃ嬉しい。やば、顔熱、一気に、うわ顔めっちゃ赤くなった今絶対。うわーありがとうございます。神すぎる、すげえ。もういや今年の背景めちゃめちゃかっこよくないですか、神々しいっすよね。いや去年はですね、確か坂本さんは、まあ、グランドオープンの初日に引いてるんですよ。で去年も確か空港にいたんですよね。2年連続でグランドオープンの日に空港にいたっていう。はい、ビシエド、うわ神だ、当たりましたね、やったー。いや引いてよかった。いやヒートアップスカートどうしようかなと思ってたんですよ、来た瞬間に。あー次何十連目でしたっけ、60連目ぐらいですか。いや引いてよかった。いや 5% はすごい、本当にすごい。いやすごいのかないや引けてない方だぞこれ絶対に。だって60、まあ50連か、50連です1枚でしょ。いや少ないな、喜んじゃいけないこれは。うん、まだまだ行きましょう、目標まであと9枚、ほど遠いさあ調子くんが、5% なんかこれ、本当に 5%、 いやいつもの 2.5% と全然感覚変わんねえ。てか A ランクも2倍になってほしかったな、欲を言うと。それはさすがにでもないか、 14% ぐらいになっちゃうもんね。ちげえ、 15% ぐらいか。じゃあ次、70連目、いやーちょ待って、本当にやばい、 S ランク1枚で終わる。よし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 、まず1個目、さっきと同じパターン、なんか変わったんかな、なんか2つ目、いきますよいきますよ、青、いやーない、せめて燃えてほしい。いや変わんねえか別に、あー残念。ちょっとじゃああとマー君欲しいから楽天にしとこうかな、自チーム残り。うわー来い、うわーうそーいって、やばやば、照明危ねえ、すげー動画ができた、こんなことあるんすね、僕の引きで。今年はやっぱありますよ、2021年入ってからめちゃめちゃガチャの引きがいいんで、やばい、もうこれね年末まで続いてほしい。うわこれどうしよう、どうやってサムネ盛ろうかな、どうしよう、いやでも盛りに盛ります。うわ2枚引き、うわあやばい、赤さんだすげえ嘘
欲しい選手が当たりまくる。ええー。いや、さっきちょうど YouTube で山岡さんの動画見てたんですよ。リリースポイント高っ。いや、ディクソンが195センチ背があるんですけど、そのディクソンと同じリリースポイントらしいんですよ。神かかってる。いや、マー君と山岡さんこの10連で、フォラスト、うわ、外だ。やば。え、マー君と山岡さん。いや。いやー、この10連はちょっともう今年1じゃないですかね。 5% はマジですごいです。縦スラにナックルカーブになってるんですよね。これまあ動画で試すんでちょっと少々お待ちください。で、マー君は全動値の、高速スライダーになってるんですよね。斜めがどんな感じなんでしたっけね、これ。でスプリットにツーシームと、まあスプリットの変化量が下がってるんですけど、これはこれでまあ十分強いと思います。ただちょっとなんか打たれるっていう話もね聞いてるんですが、まあ慣れて配球が上手くなってくればいいんじゃないかなと、上手く投げれるんじゃないかなと思います。メジャー通算78勝、もうレジェンドっすね。さあ次がもう忘れた、次80連目くらいですかね。まあエナジーギリギリまで引こうかなと。お前、よし、1個目、よし、いくぞ。上がれよ。2つ目、よし、足、うまくいかんない。でも十分、さっきね、だって演出なしでっていうか、あの3つ出てなくて2枚引きしてるんで十分あるっす。はい、やべ、あと欲しい選手いたっけな。いや、いるはずです、まだまだ。はい、うわー、どこで来るかな。やばい、ラスト9枚目、あ、ラストだ、いきます、お願いします。さあ、うわ、こんちゃんかぶり。今年もこんちゃんの年になるんすかね。僕また A ランクとかね、 S ランクいっぱいこんちゃん引いちゃいそうな感じがします。いや、なんかダメだ、すっきりしない。やっぱラストいきますわ、もうエナジー関係ない、お願いします。よしよしよし、いた、オッケー、一つ目、オッケー、いくぞ。いやー、あれマジか。いやー、でもラストね、気持ちよくちょっとバーンといい選手引いて終わりたいですね。お願いします。さあ、どこで出る。1枚目から、うわ違う、銀次さん、うわ違う。石田選手、うわー、来た、お願い、よし、かぶんなかった。石川投手でしたね。まあカツオカーブ持ちの石川投手なんですが、まあラストしっかりと S ランク引けたんで、まあ満足な感じで終われるかなと思います。